こんにちは、湘南大盛りクラブです。今日はなんだか辛いものが食べたいなぁということで、お得なランチをやってるお店に来ました。場所は浜見平交番前交差点のすぐ向かい、駐車場もたくさんあります。ランチセットがとってもお得なので、ぜひ注文しましょう。辛麺屋マスモトブランチ茅ヶ崎店。土平日だったこともあり、店内にはほとんど人がおらず、のんびりと広々利用することができました。宮崎県延岡市発祥の辛麺というものを提供するラーメン店、延岡市の居酒屋メニューから生まれた宮崎のソウルフードだそうです。こちらのお店は辛さに特徴があるため、辛さを増すとどんどん高額になるシステム。0辛が720円ですが、20辛にすると1050円になります。今回は200円の生ビールもオーダー。新年ランチセット、ご飯チキン南蛮20辛1100円。大きめの丼に並々と注がれているスープ、唐辛子、溶き卵、ニンニク、ニラがたっぷり入っています。いただきます。20辛にしましたので、素敵な赤色に染まっています。めちゃ辛い、でも嫌な唐辛子の辛さじゃなく、ニンニクの辛さ、溶き卵の甘さがしっかり楽しめます。ニンニクはオールが3粒くらいと刻みも入っているのでは。麺はデフォルトのこんにゃく麺、韓国冷麺のような色と食感、うまいです。ご飯も進みます。その名の通り、こんにゃくのようなくにゅくにゅとした弾力で、なかなか噛み切れない。ゴムのような食感が病みつきになるんです。おすすめです。具は溶き卵、ミンチ、ニラ、ニンニク、どの具材も有料で混ぜます。溶き卵の量が割と多くて、これだけでもなかなかの満足感。ご飯にのせてどうぞ。チキン南蛮も甘じょっぱくてうめえ。元祖新麺は単調な味でなく、複雑な旨味がわかります。ただ辛いだけじゃなく、美味しくでもしっかりと素敵な辛さ。レディースサイズですが、具とスープの量が多いので、普通に満足できるレベルです。麺を食べ終わったら、残ったスープを飲みますが、ニラや溶き卵をすくいながらスープを飲む感じです。これがまた辛いんだ、うまいのでやめられないんですけどね。当然この夜はお腹が痛くなりましたし、お尻も痛くなりました。でもなぜか食べちゃうんですよね、うまいから。チキン南蛮とご飯をいただきます。店舗は混雑時にも対応できるくらい広々とした店内で、一人席も充実していました。感染対策もバッチリです。ラーメン以外のメニューも、餃子もしっかりパリッともちもち美味しいし、ライスのメニューもあります。価格もリーズナブルだし、また利用したいです。ごちそうさまでした。みんなも行ってみてね。